こんにちは、ヒロです。今回は Web デザインツールのフレーマーを試してみたいと思います。フレーマーは最近僕が出会った Web デザインツールで、このツールが結構良さそうだなっていうポイントがあって、それはレスポンシブのモックデザインが作れるということです。実際にこのデモを見てもらいたいんですが、こんな感じで画面を縮めると実際のサイトみたいに画面サイズによってデザインが変化します。これは Figma や XD では作れないので、めちゃめちゃすごいと思います。今回はこのフレーマーの UI や操作感がどんな感じなのか、他にどんな機能があるかも含めて見ていきたいと思います。フレーマーの画面を開くとこのような形になっています。ちなみにフレーマーは Web 版とデスクトップ版があって、今回は Web 版を開いています。まず先ほど見たデモのファイルを開いてみたいと思います。はい、デモのファイルはこんな感じになっています。で、左のサイドバーを見てみると、ページ、レイヤー、アセットというタブに分かれています。ページのタブを見てみると、こんな感じでいろんなページが存在しています。まあ、見た感じでこれ作るってなると結構大変そうです。結構ボリュームあると思います。で、各ページにはデスクトップ、タブレット、フォンっていうそれぞれのデバイスサイズに応じたデザインがあります。その隣にはおそらくこのページで使われているモジュールが配置されているって形です。で、右上に再生ボタンがあるので、これでプレビューを見てみたいと思います。はい、するとこんな感じになっています。で、これ見てもらうとわかるんですが、このクオリティかなり完成度が高いと思います。このスクロールによって要素が表示されたりとか、あとはこのポジションスティッキーみたいな動きも再現されていて、本当に完成度の高いプロトタイプになっているかと思います。で、このつまみを動かすとこんな感じでレスポンシブの動きが再現されています。これはかなりびっくりするレベルだと思います。で、ちょっと簡単ではあるんですが、このレスポンシブの要素をどんな感じで作っているのかやってみたいと思います。で、新しいページを作るとこんな感じでデスクトップのアートボードが作成されます。で、このフレームを使ってヘッダーみたいなのを作ってみたいと思います。はい、とりあえずこんな感じでヘッダーの要素を作成してみました。まあ、操作感としては、まあ、本当に XD や Figma とあまり変わらないなっていう感じがします。で、この状態でここの右上のブレイクポイントというボタンを押して、タブレットサイズとスマートフォンのサイズを追加してみます。はい、するとこんな感じになります。で、ここのヘッダーの要素をまず動かしてみると、こんな感じでタブレットとスマートフォン全て共通の要素が使われていることがわかるかと思います。次にこのタブレットの要素を動かしてみると、こんな感じでこの場合は他のものが影響を受けず、このタブレットだけに変更が加えられるという形になっています。なので、見た感じこのデスクトップの表示がメインコンポーネントという立ち位置になっていて、このタブレットとスマートフォンのサイズに関してはインスタンスというような立ち位置になっているかと思います。なので、この場合はスマートフォンのサイズの時にナビゲーションを非表示にしてあげるっていう形で指定してあげれば、こんな感じでスマートフォンだけメニューが表示されなくなるっていう形になるかと思います。で、ここにハンバーガーメニューだけ最後追加してみようと思うんですけど、はい、まずはこんな感じでヘッダーにハンバーガーのアイコンを追加しました。で、このデスクトップの状態だとこのハンバーガーのボタンは必要ないので、これは非表示にしてみます。で、このナビゲーションは右端に寄せるっていう形で配置を整えたいと思います。で、この状態でこのスマートフォンの時だけアイコンを表示させたいと思います。で、今メニューが非表示になっているので、これを標準に変えてあげるっていう形で、まあ、こんな感じで組めたかと思います。で、これをさっきの再生ボタンで見てみると、こんな感じで画面が縮まった際にこのメニューがハンバーガーボタンに変化するっていう形で組めました。で、こんな感じで思っていたよりも結構簡単に組めたんじゃないかなと思います。で、フレーマーにはフレーマーサイトというサービスがあって、フレーマーで作成したプロトタイプをそのまま公開することができるようです。最近ノーコードっていう言葉をよく耳にすると思うんですが、基本的には UI の自由度がそこまで高くないものがほとんどです。ただこのフレーマーみたいに Web デザインツールからそのままサイト公開ができるとなると、かなり革新的なツールになりそうです。ただ気になることとしては、機能を組み込むことが今の段階ではできないようです。ここで言う機能っていうのは、例えばお知らせを表示させる機能だったり、ブログなどの投稿を表示させる機能とかのことで、いわゆるデータベースにつないでデータを引っ張ってきたりするっていうことです。なので静的なページは問題ないかもしれないんですが、こういった機能があるサイトはまだ作ることが難しいみたいです。なんか今までのデザインツールを見てみると、 XD、Figma、Frama の順でだんだんとデザインツールがコードに近づいている感じが結構するので、本当近い将来はデザインツールからコードを生成するような形で
まあ、コーディングが不要なサイト構築ができるようになるんじゃないかと思っています。まあ、これは結構期待できると思います。で、実際現時点でもフレーマーにハンドシェイクっていう機能があって、このフレーマーで作ったコンポーネントをそのままコードにインポートができるみたいです。まあ、ただこれはリアクトのみ現在は対応してるみたいです。まあ、なので普段から React.js や React Native などの開発をする場合には、まあ、フレーマーをデザインツールとして採用するのは、まあ、結構ありだと思います。はい、最後フレーマーのデメリットについて少し挙げていくと、まずかなりいい感じのモックアップが作れる反面、学習コストが高いということが挙げられます。まあ、レスポンシブのデザインができることはめちゃめちゃいいことなんですが、まあ、実際そういったモックアップを作るってなると、ある程度ツールを使いこなせる必要が出てくるかと思います。まあ、見た感じフレーマーは Figma や XD に比べて使い方が少し難しいなと感じるので、まあ、主要ツールとして誰もが使うっていうのはなかなか難しいんじゃないかと感じました。また簡単な LP やウェブサイトで、まあ、ここまで詳細なプロトタイプを作る必要があるかって言われると、まあ、今のところはそこまで必要性を感じないので、まあ、使うとしても制作物だったりとかプロジェクトによって使い分けるっていうのがいいかもしれません。またその他のデメリットとしては、ウェブ版とデスクトップ版の機能が異なるっていう点があります。アセットのエクスポートやローカルフォントの使用など Figma では当たり前にブラウザでできることが、フレーマーではそれができないみたいです。この点は Figma と比べて結構残念なポイントだなと思いました。あとは注意すべき点としては、日本語対応していないということです。まあ、Figma も今までは日本語版っていうのがなかったんですが、それでも普通に使えていたっていうのがあるので、まあ、そこまで気にすることではないかもしれません。ただフレーマーはそこまで日本でメジャーなツールではないので、まあ、その点やはり使い慣れるまでに時間がかかるっていうデメリットは結構大きそうです。はい、今回はウェブデザインツールのフレーマーを使ってみましたが、いかがでしたでしょうか。なかなか使うのは難しそうだなっていう反面、クオリティが高い制作物ができるのはかなり魅力的なツールでした。今後のアップデートで管理画面との連携や、まあ、コードのエクスポート機能がついたら、かなり熱いウェブデザインツールになりそうです。その辺期待して待ってみたいと思います。このチャンネルではウェブデザインに特化した知識やノウハウを発信しています。この動画が少しでも参考になったという方は、いいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。